情報操作とは、報道機関の取材、編集、報道の一連の活動に介入して与える情報を、制限したり、虚偽、または虚偽にならない範囲で改変することによって、その情報を受け取った側が受ける印象や判断、結果に影響を与えようとする行為、俗にイメージ操作ないし印象操作とも言われる。広い意味では、 ブランディングやコマーシャル、企画広告などの商業活動も含んでいる。第二次世界大戦頃から、ラジオや映画などにより、効果的に行われるようになったが、行為自体は、古くから行われている。かつてナチス党政権下のドイツが、独裁者あるいは政党などの指揮のもと、情報宣伝組織に行わせたものが広く知られている。日中戦争時には大日本帝国と、 中国国民党や共産党などが情報戦の一環として行った。またニューヨークタイムズをはじめ、グラフ雑誌のライフなどの欧米の民間メディアも、日中戦争を題材に盛んに情報の操作、加工に挑戦し、読者に大きな影響を与えた。それは、現在でも広く行われており、アメリカ、中華人民共和国や朝鮮民主主義、 人民共和国が行っているものが広く知られている。独裁国家や戦時中における検閲は例外なく情報操作を意図している。日本やアメリカなど自由主義諸国では政府のみならず外国の影響エージェント、独自の目的を有する政治、宗教団体、非政府組織、企業あるいは一個人ですら情報操作を行える環境にあり、情報操作は双方向性を帯びている。 特にインターネットの普及で双方構成が増大している。文化間の基準や常識の違いに対する不見識から意図せずに、また情報が流布される時間が遅れたり、情報そのものが不正確であったため結果的に起きる場合がある。警視庁検閲課による検閲の様子情報操作を意図している対象によって、手法は異なり、またある対象によって有効であるものが別の対象に、 有効であるというわけでもない。情報操作を行う人数と対象となる人数の大小によって手法を変更する必要がある。数人で一人を対象とすれば情報操作を行うのは容易であるし様々な手法が使えるが逆に一人で集団を相手に行う際には手法も限られより困難になることが多い。大衆、群衆を誘導する手法は 古来ベ弁術として発展したが、マスコミュニケーションの成立により情報操作の技法は、視覚や音響など、弁論以外の技術を包含するようになった。個人を対象とした、情報操作は、最も基礎的な情報操作であるが、逆に最も手法を一般化しにくい対象である。重要な影響力の高い人物に、友好的な関係を作り、信頼関係をもとに、 情報操作を行うのが基本である。報酬や賄賂のような金銭関係や組織内での上下関係、雇用関係など利用できる手法は様々である。脅迫や恐喝、暴力のような非合法な手法も有効である。実際の効果以上に課題評価されていることが多いが、性的関係を持つことも有効である。信頼関係を構築すれば対象に与える。 影響力は絶大である。虐待の被害者が加害者の元に止まり続ける理由の一つに加害者による情報操作を上げることができる。個人の生死まで左右できる反面、別の個人による情報操作も同じ理由から効果的である。個人がグループ内で受ける情報操作はバンドワゴン効果などから個人に対する情報操作に対して 比較優位に機能することが多い。逆にそれ以上の大きな集団内で受ける情報操作はメッセージが希薄になるため比較列位に機能する。しかし対象にかける時間に多くの時間を割く必要があるためすべての個人に対して行うことは不可能である。二人以上の特定の共通点を持つグループを対象とした情報操作は個人を対象とした。 情報操作と共通する点が多いが、いくつか異なる点もある。信頼関係の必要性や手法の大部分が個人に対するそれと同じであるが、グループ内の意見を左右するオピニオンリーダーを包摂すれば、グループの意見を容易に変えることができるため、必要とされる時間は大幅に減少する。スピーチやポスター、手紙などで比較的容易に、 情報操作を行うことができる反面、グループが肥大化すると相対的に影響力が減少する。複数のグループを含む集団は情報操作の集大成と言えるが、個人やグループの手法が当てはまらない場合も多くある。例えば、性的関係で集団を情報操作するのは不可能ではないものの大きな困難が伴う。一定の信頼関係は必要であるものの、 過度の信頼性は意図しない方向への暴走を引き起こす可能性がある。情報操作の際には集団内からの検証に耐える必要があり、容易に見抜かれるものであれば、再び信頼を得ることは困難である。しかし、一人当たりに必要とする時間は集団では例に近づく。30分のスピーチで情報操作を行う場合には、個人であれば、 一時間かかっても二人しか対象にできない。グループであれば集合させる会場に左右される。しかし集団であれば容易に数百万人を対象にすることができる。テレビやラジオなどのマスメディアを活用すればその人数は爆発的に増加する。多くのマスメディアもまた一企業であるため会社の利害及び経営方針、社風、株主や 規制当局の移行等により情報操作が行われる可能性がある。これらマスメディアの編集方針による情報操作は変更報道とされる。顕著なものは等の手法が挙げられるがこれだけではない。これらの情報操作は言論統制が行われていない国々においても発生する可能性がある。日本では記者クラブを通じた情報操作が行われているとの主張がある。 日本における省庁、地方公共団体、警察の記者会見は、記者クラブ加盟マスメディアの出席しか認められていないことが多く、加盟者は記者室の独占使用などの便宜供与を受けていることが多い。このため、発表側に批判的な報道を控えるようになり、情報操作に惑わされやすくなるというものである。記者が独自の情報の確認を怠っている場合に、発生しやすい。 例えば新聞記者であれば、締め切りの時間は周知の事実であるため、詳細な検討ができないように時間を調節して発表することも行われている。また、情報提供者が個人的に特定のジャーナリストに密かに情報を流すリークという手法もある。リークは不確かな内部告発、ライバル攻撃などの特別の意図を持って行われることが多い。情報操作に対しては、 様々な対抗手段がある。危険性は大きく分けて、情報操作の直接的な影響によるものと、間接的な影響によるものに分けられる。情報操作により誤った結論が導かれ、それに基づいて、対象者が行動するというのは、情報操作の一番顕著な影響であり、危険性である。特定集団の利益になるため、情報操作が行われる場合は、 より多数の集団の損失を伴うことが多く、情報の検証が欠かせない。しかし情報操作により、常に、操作側の意図している通りに、対象者が行動するわけではない。対象者の信頼が低い場合、情報操作を常に疑われるため、意図する方向と逆に行動する場合がある。操作側にも、情報操作の危険性が存在する。 情報操作に成功したと認識された場合、実際には失敗していても、情報操作を続けようとする可能性が高い。現実と内容の乖離が続くと、情報操作側が操作しているはずの情報を事実だと認識し、行動するようになる場合がある。最終的には、客観的な事実を陰謀や、党派的な主張、あるいは差別など、主観的な論理から批判するようになる。 情報操作の成功、失敗にかかわらず、後の検証で情報操作が発覚した場合には、一般的に操作側に対する信頼性が低下する。失った信頼性を取り戻すのは容易でなく、再度の発覚後は回復に必要な時間は大幅に増加する。このため、常に情報操作を行うのではなく、必要な時だけ行い、 それ以外は避けて真実を報道し続けることが最も効果的な情報操作である。情報操作の対象外である集団から情報操作を認識することは比較的良いであり、多くの場合は双方に対する信頼性の低下という形で現れる。社会主義国や共産主義国には暴動や紛争などの有事につながらない要検閲を行うことがある。 中近東におけるアラブの春では通信機器が活躍した紛争や暴動の発端となる情報の伝達を阻止するべく遮断や操作を行ったことは目新しい。遮断や情報操作をされないよう独自の通信網を展開するようなこともある。ありがとうございます。